何マニア。ハッピーバースデー。どうぞ。何マニア。はい。一番左側がですね、湯葉とアサリの佃煮でございます。中央が夏の宇の花に、右側がうなぎの酢の物でございます。すべて味がついておりますので、このままお召し上がりくださいませ。はい、一番右側が茶碗蒸しでございます。はい、器熱いのでお気をつけてくださいませ。はい、はい、ありがとうございます。ごゆっくりお召し上がりください。いただきます。いいです。これ何ですか。豆腐サラダです。豆腐サラダです。はい、そして玉ねぎのドレッシングかかっておりますので、はい、とこちらがトウモロコシシューマイでございます。お出汁でお召し上がりください。はい、トウモロコシシューマイが来ました。お、これね、この間食べた美味しいね、これ。はい、こちら冷製冬瓜のエビそぼろなんでございます。あんかかかっておりますのでレンゲをお使いください。はい、はい、こちらハモの湯葉包み揚げと、こちらが枝豆新醤でございます。お好みでレモンを絞ってお召し上がりください。はい、うなぎのせいろ蒸しでございます。はい、うなぎのせいろ蒸しです。美味しそうですね。誰が見てるかわからない YouTube の動画の視聴者なんですね。湯葉の少しいいものですね。美味しそう。こちらが抹茶クロフト抹茶もちり穴。なるほど、ありがとうございます。なんだ。はい、どうも、今日も見てくれてありがとう。今日の動画いいなと思ったらグッド評価お願いします。ダメだなと思ったらバッド評価。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ここをね、ポチッとね。うん。そして関連動画の方もね、ありますんで、よかったらご覧ください。うん。何かやってほしいことがあったり、言いたいことがあれば、ぜひね、コメント欄の方からコメントしていただけるととっても嬉しいです。ということで、ぜひまた次のね、動画もね、楽しみにしてください。ということで、またねー。